まずい。最近完全に夜型だよ。それもこれも最近の日差しが強すぎるのが良くないよ。強すぎる日差しが全ての気力を奪っていくんだ。だってあの暑さで外出ようなんてみじんも思わなくない？せめてやらなくちゃいけないことは日が暮れてからやろうってなるわけじゃん。でそうすると活動時間がどんどん遅くなっていくじゃん。もうそうなると夜型の出来上がりってわけ。はあ、生活習慣戻したいのは気はあるんだけど、あの日差しを見るとそれすらなくなっちゃうんだよ。もう諦めて完全に夜型になろうかな。吸血鬼生活ありじゃない？昼は完全日の光を完全シャットダウンして寝て、夜に活動する。で、食事は君の血を飲んで満足するの。実に吸血鬼っぽいね。今年の夏はこのスタイルかな。あれ、血を吸うのは冗談だったんだけど、実はまんざらでもない感じ？じゃあ首筋出して私にお願いしてよ。そしたら血を吸う真似事をしてあげる。